学校のさ、給食でさ、給食セットを持ってかなきゃいけない。あったあったあった。ん、給食セットで買う。え、給食セット知らない？え、それは小学校、中学校、小学校も中学校。フォークとスプーンと、あと箸が入ってる、これぐらいの箱があって、でそれを毎回給食のために持ってくる。でも市町村によって違うか、それなんかあるね。俺らが小学校の時は学校で箸があったのね、箸とスプーンが。でも中学校から上がスライドするやつで、その中に箸とフォーク、スプーン。そう、中学校って給食なんですか？うん、給食。へぇ、何だったの？弁当。弁当もしくはスクールランチ。スクールランチ、スクールランチ。え、そんなに？食券の自販機があって、食券買って、で、ブツブツ交換みたいな。へぇ、俺は母子家庭だったから、ランチカードってやつがタダだったから、あんまり行ってなかったから、今思ったらそれ売ったりやがだから、その箸とかスプーンとかっていうのはなかった。箸だけは持ってた。 あと、ご飯の弁当箱があって、アルミの家から米を持ってた。じゃあ、おかずはあっちで出る。おかずは給食で、その弁当箱は冬とかになると冷めてあれだもんで、教室に弁当箱を温める機会がある。ああ、そういうことね。忘れた人は米がない、米なしってことだよね。そんな違うんだね、市町村の。違うんだ。運動会で未だに忘れないのが、お父さんと一緒に玉入れしましょう、お父さんと手つないで集合してください。で、玉入れポワーってみんなでこうやってやってさ、手つないでないよ、もうその時点で玉入れだから、じゃあお父さんと手つないで整列してくださいって手つないでさ、整列しようとしてさ、待ってみたらさ、お父さん知らないおじさん誰と思ってんの。で、向こうもなんか気づいて、急いで音を探してた。音もなんか、オイルコーみたいな感じで、お前も探せよ。ヒートアップするから、隣に息子がおるからって。いやいや、けどさ、息子との競技でさ、親父がこうやってさ、やってるのもおかしいじゃん。息子もちょっと見ながらさ、こうやってるのは、もうちょっと何やろよ。むしろ、こうやってやってたがゆえに子供いないんだよね。二人三脚親子でやりましょうってなって、ぽよーいドンって言った瞬間にもうダッシュしたもんだから、引きずられとって、で、アナウンスで、お父さん、子供は引きずられてくださいって。俺が小学校の頃、組体操とかあってさ、ピラミッドをピーってなったら、まず膝つくやん、でピーって乗るじゃん、ピーって乗るじゃん、でピーって顔上げてポーズ決めるよね。でピーで一気に崩れるんだよ、一番下のやつ上から倒されるわけやん。今考えたら俺頑張ったなと思ったけど、なんか嫌じゃね、そんな絶対気がするやん、そんな。それあっくんはどこの俺一番下だ。ああ、そういうこと。大体ね、ある程度こうここやる人って大体決まる。そう、組体操ってやっぱさ、ピラミッドとかさ、オーディーみたいな、こうやってやってやったりするじゃん。俺確かサボテンしかやってない。キャッチボールだったらさ、えいえいって、あ、もっと強い球投げろよみたいな感じやん。俺がとりあえず剛速球投げて取りに行かされたら、まあ走ってる方が多いんじゃないかって。ボールすら触れない。その年代のお父さん多いのかもしれない、負けず嫌いというか。中学校まではマジであのゲーム好きだった。運動会で1位取ったら買ってあげるわみたいな、っていうのを俺親に言われて、思いっきり2位なんだよ。しっかり1位の旗のところにこうやってちょこっと。それは親も分かってる。まあまあまあ、バレてる。運動会で1位になったら買ってくれるっていうのは多分どこも経験しようと思う。これもあるじゃんね。もちろん1位は取れんかったんだ、だから怒ったよね俺は。それはないです。俺が悪いんだけど、頑張って1位になったら、ゲームソフト買ってやるべなって走って、多分3位か4位だった。ああ、じゃあゲームないなって言われた瞬間、俺ぶち切れた。もういいって言いながら。で、結局その怒って買ってもらう。クリスマスでさ、やっぱ何が嬉しかったの？プレゼントって。まだ小学校も入ってない頃にさ、母親とお風呂に入って、サンタさんに何をお願いするの？お母さんが聞くわけでしょ、でゲームボーイが欲しいって。じゃあサンタさんに聞こえるぐらいゲームボーイが欲しいって叫ばないと届かない。ゲームボーイ欲しいって言うわけ。そんなんじゃ、もうちょっと大きい声で言われると届くわけないでしょ。ゲームボーイ欲しいってまだまだもう今この家の中で叫んだところでサンタさんどこから来るの。
外からでしょ。あの外で言わない。どうすんのってめっちゃ急いで着替えて外に。現場くださいっつって、もうものすごいもう緊張もやって。現場くださいって言ったら、こうやって腕組みながら、はい、うちのお母が、はい、大丈夫、もうこれで来ますみたいな。大丈夫だからもう寝なさい。うん、寝ないと来ないよみたいな。起きた時にパッて見渡したらない。ゲームボール。あ、朝起きて？そう。うん、サンタさん来てない。うん、サンタさんプレゼント持ってきてない。持ってきてる。けどどこにもないよ。お風呂場にある。ゲームボーイ？お風呂場にある。え、そんなゲームボーイお風呂場にないよ。見てきなさいお風呂場。風呂場開けて見渡してない。お風呂場ないよ。よく見なさい。ああ、見渡したらここら辺ぐらい。ゲームボーイ型のシャンプーが置いてある。わかる、このピコピコなるやつ。これじゃないよね。これって言ったら、それ。いや、もう二度と使わんかったよ、それ。中1ぐらいの時にさ、ゲームがやりたいわけ。クリアするために。けど学校に行きたくないわけ。その日は。もうゲームやりたいから。どうにかしようと思って、学校に。すいません、今日はちょっと体調悪いんで休みます、自分でかけて、ちょっと親も今もう仕事行っちゃってるんで、嘘ついて。音が確かにその時夜勤、寝てんの。押し入れ隠れよ。押し入れ隠れたら多分大丈夫だ。布団も思いっきりかぶって、ずっとゲームしてて、音が起きた音がする。さすがに気づかんのよな。ずっとなんか歩き回って下とか行って、靴とか、まあ、あいつ学校行ってんなみたいに思わせるためにちゃんと下駄箱のほんと見えないようなところにこうやって隠して、子供部屋に入ってくるとしちゃって、やべって思って、こうやって息潜めてさ、僕もなぜか分からんけど、いきなり押し入れ開けだして、何やっとんのお前。いや俺も全部隠してたし、絶対バレないとも思ってたし、なんでと思って俺消えてゲームこうやってやりながらさ、えみたいな、もう何やっとんだって言われた瞬間に、いや体調悪くて。あ、そうか、けどお前隠れながら別にゲームする必要ないだろう。もうそうだね。その後音が、ひろきは押し入れでゲームやっとるんで、たまに見ろよ。九州に車で行って、マイネーズ、ウサトミ、この二人は寝てんのよ、ちっちゃい頃、お姉ちゃん怖かったから怒られたりとかするから、どうにかして仕返ししたかった。で、その帰り道、二人とも寝てるから、寝顔でも写真撮ってやろうと思って、二人とも半目で寝てんの。だってこうやって写真見てくださいって見したら、二人とも待ち入れしてる。やめろってって怒って、そう、めっちゃ怒られた。その後に見たら、めっちゃ落書きされとって。写真に落書きしてみようってなって。あ、写真用ね。そう、それで終わってればよかったんだけど、これじゃ足らないなと思って、俺、男一人だからさ、そう、写真用結構飾ってたりとかする。ヒゲとか描いたりとかしてさ、オッケー、これでいいやって言って、後からお母が消えるさ。こんなところに落書きした。俺自分で落書きしてるけどさ、別にそんな怒ると思ってなかったんですよ。めっちゃお母がお気に入りじゃないけどさ、飾ってるやつでさ、俺自分のだからいいなと思ってさ、書いてたのにさ、誰だーぶち切れてて、俺が書いたって言った、あんたが書いたの、じゃあいいわ。ひろきだからね、甘かったね、甘いんだね。